ドア軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州北東端に位置する軍。五大湖の一つ、ミシガン湖に突き出るドア半島のほぼ全域を軍域とする。人口は27,785人。軍庁所在地及び軍の最大都市はスタージョンベイである。ドア軍は夏の観光地、避暑地となっており、特にウィスコンシン州内他地域や入りの一周。 ミネソタ州の住民が多く訪れる。群名は、ドア半島と、その北東に浮かぶワシントン島との間の海峡に、ちなんでいる。この海峡は狭く、また、ドア半島とアッパー半島に挟まれた狭い、グリーン湾が、ミシガン湖本体に合流する水域であることから、潮流が複雑で、この地に古くから住んでいた、ネイティブアメリカン、よび18世紀のフランス人探検家の両方に、とって、 危険な水域として知られていた。そのため、この海峡は、フランス人探検家から、ポルト・デ・モールと呼ばれるようになり、そこから、軍の名が、ドア軍と付けられた。ドア半島にはおよそ1万千年前から人類が、住み着いていた。ドア半島北部のニコレット・ベイビーチには、古代の村の遺跡があり、その出土品は、紀元前400年のものまで遡る。 この地では1300年頃まで先住民による様々な文化が起こっていたと考えられている。しかし1830年に調印されたインディアン移住法により19世紀中盤以降、それまでこの地に住み着いていたネイティブアメリカンはドア半島からの移出を余儀なくされた。18世紀後半に入るとドア半島付近にもヨーロッパ人探検家がやってくるようになった。 この頃ドア半島近辺を航行していたフランス人探検家は半島とワシントン島との間の狭い海峡でナンパが相次いだことからこの狭い海峡を死の扉を意味するポルト・デ・モールと名付けた。やがて1835年ニューヨーク州出身のスコットランド系移民の子インクリース・クラフリンがドア半島に移入しドア軍における最初の白人入植者となった。 1850年代には、ドア軍には、ノルウェー系やベルギー系が移入してきた。特に後者は、ドア軍、及び、近隣のブラウン軍、ケワニー軍にまたがって、全米最大級のアロン系集中地域を形成するに至った。1872年、グリーン湾とミシガン湖本体とスタージョン湾を経由して結ぶ、スタージョン米運河の建設が始まった。 この運河は不況による3年間の休止を挟んで着工から9年後の1881年に完成した。この運河の完成により、ドア半島とワシントン島との間の危険な海峡を避けた安全な航路が確立され、またグリーンベイとミルウォーキー・シカゴ方面との航路が大幅に短縮された。ナイアガラ断層がけ、ドア半島は 全体がこのケスタの断層がけでなっている。ドア軍の総面積は6 1 3 8 k ルで、ウィスコンシン州の軍としては最大であるが、その79.63%にあたる4 8 8 8 k ルは、ミシガン湖をはじめとする水域であり、陸地は1 2 5 0トルにとどまる。軍はドア半島の大部分を占め、東、西、 北の三方をミシガン湖に囲まれている地形であることから約300マイルに及ぶ湖岸線を有しており中西部のケープコットと呼ばれている。ナイアガラ断層崖の石灰岩層の露出はドア半島の両岸で見られるが特に聖湖岸、グリーン湾側で顕著である。一方、東湖岸の大部分では砂丘が形成されている。 半島の中央部はおおむね平坦もしくはなだらかに起伏している高地である。ドア半島の先端から先にはミシガン州のアッパー半島から南へ突き出ているガーデン半島に向かって固定山脈の上部が水面上に出ていることで形成されている島が連なっている。それらの島のうち最大のものはドア半島の先端から北東約7マイルに浮かぶワシントン島である。 このワシントン島とその周囲のいくつかの小島は、ワシントン町の町域となっており、ドア軍の軍域に含まれている。ドア半島における湖岸の植生は、植物繊維の明らかな証拠となっている。半島の北部においては、ドロマイトの岩礁を覆う氷度は薄く、群土の39%においては、その厚さは3フィート未満である。ドア軍の気候は、古代湖周辺に分布する。 大陸製の気候であるが、ミシガン湖の影響で夏は古代湖周辺の他地域よりも涼しく、アッパー半島と似たような気候を示す一方、冬は寒さ、降雪量とも、アッパー半島よりかなり和らぐ。欠片の気候区分では、ドア軍は艦隊湿潤気候に属する。下表に、軍庁所在地スタージョン米における、月別の平均気温及び、降水量を示す。 ドア軍は陸上では南のケワニー軍とのみ接している。またグリーン湾を隔てて西にはオコント軍、北西にはマリネット軍及びミシガン州メノミニー軍、北にはミシガン州デルタ軍がそれぞれ一致している。ウィスコンシン州北東部の中心都市、グリーンベイを中心とするブラウン軍は南西に位置し、ドア半島にも同軍の一部がかかっているが、 ドア軍とは接していない。ドア軍、チェリーランド空港のターミナルドア軍に最も近い商業空港はグリーンウェイ市の南西に立地するオースチンストローベル国際空港である。ドア軍内にも以下の3つの空港が立地しているが、いずれもゼネラルアビエーションと呼ばれる、もっぱら自家用機やチャーター機、ビジネスジェットの発着に使われる小規模な空港で定期旅客便は就航していない。 ドア軍には、週刊高速道路や国道は通っておらず、42号線と57号線の2本の、修道が、軍の幹線道路となっている。42号線は、マニトワックから、ミシガン湖岸を北上して、ケワニーから、ドア半島へ入り、スタージョンベイン北は、聖湖岸を北上して、半島先端のノースポートへと至る。一方、57号線は、 グリーンベイからスタージョンベイまで聖湖岸を北東へ進み、スタージョンベイ以北は東湖岸を通って軍北部のシスターベイへ至り、42号線へ合流する。スタージョンベイでは42号線と57号線が共用区間となっており、同市の環状線としての役割を果たしている。ノースポートからはワシントン島へと渡るフェリーの便が出ている。 このフェリーは夏季には大幅に増便され、30から45分ごと、1日最大25便。ドア群内のサクランボの果樹園アルカリ性の土壌に、加えて、ミシガン湖及びグリーン湾の影響で、霜が降りづらく、春には受粉に有利な風が吹くドア群では、果物の栽培が盛んである。中でもドア群の特産となっているのは、 タルトによく用いられるモントモレンシーダネのサクランボで、その栽培は1858年に始まり、ピーク時の1959年には、全米のタルト用サクランボの95%が、ドア群で生産された。ドア群内のモントモレンシーダネサクランボの、作付け面積は2000エーカーに及び、ウィスコンシン州全体の9割以上を占める。ドア群のサクランボは五月半ばから末にかけて花を、 咲かせ、7月半ばから末にかけて収穫期を迎える。また、ドア群では、桜んぼのほかりんごの栽培も盛んであり、作付け面積は500エーカーに及ぶ。ドア群では、りんごは9月半ばから10月半ばにかけて収穫される。ドア群内にはワイナリーが点在しており、ワインの醸造のほか、市委会やワイナリーツアーも行われており、観光資源にもなっている。 ドア群で生産されるワインには、地元産のほか、カリフォルニア州産のブドウが用いられている。カナーイランド東大1960年代初頭に、ナショナルジオグラフィック誌で取り上げられて以来、ドア群は、夏の観光地、保養地、別荘地として発展してきた。ドア群への観光客や、ドア群に別荘を持つ、夏の住民は、主に、シカゴ、ミルウォーキー、ミネアポリスセントポール、 マディソンなどの大都市圏から訪れる。ドア軍観光の拠点となっているのはスタージョンウェイである。ドア軍内には、ファイブジュエルズ・イン・ザ・クラウンと呼ばれる5つの州立公園が設けられている。ニューポート州立公園は、ドア半島の北端近く、エリソンベイの東、ノースポートの南のミシガン湖岸に立地している。当園は3マイルに及ぶ砂浜を有し、 ハイキングマウンテンバイクのトレールが設けられ、キャンプ場もある。冬季には、クロスカントリースキー場にもなる。ペニーンシュラ州立公園は、ドア半島北部、エフレーム村とフィッシュクリークの間のグリーン湾岸に、立地する。同園は、ウィスコンシン州内屈指のキャンプ地になっている。ポタワトミ州立公園は、スタージョン湾の西岸、スタージョン米市の北西に立地する。ドア群北端。 ワシントン島の北東に浮かぶロック島はその全域がロックアイランド州立公園に指定され自動車の侵入が禁止されている。島内には砂浜のほか、ポタワトミ島台やアイスランド式ボートハウスもある。スタージョンベイから北東へ約2 4トル、ミシガン湖岸に沿って広がるホワイトフィッシュ砂丘州立公園はウィスコンシン州内最大級の砂丘である。 6番目の州立公園はデトロイト島にあり、滅多に訪問、または宣伝されません。それはグランドトラバースアイランド州立公園と呼ばれます。ドア郡内には12基の灯台が設置されている。そのほとんどは19世紀から20世紀にかけて、岩勝ちで危険な水域として知られたドア半島近辺の水域において、船舶の航行の安全を確保するために建てられたものである。 ポタワトミ灯台やカナーアイランド灯台、スタージョンベイ運河灯台など、いくつかは国家歴史登録財に指定されており、観光名所にもなっている。ドア軍会寺博物館は、スタージョンベイとギルズロックの2カ所に展示館を置いている。スタージョンベイ館は、市の中心部、スタージョンベイ運河西岸に立地しており、漁師、船長、職人、発明家、灯台主など、ドア軍における、 海事史に関する事物を幅広く展示している。一方、ギルズロック館は、ドア半島最北端の漁村という立地から、この地における漁業の伝統に特化した事物を展示している。また、同館は、カナアイランド東大の保存及び管理を行い、一般に公開している。スタージョン米はドア軍における文化の中心であり、海事博物館の他にも文化施設が集中している。 市中心部に立地するドア軍歴史博物館は自然史、民族史、産業史を幅広くカバーする事物を展示している。同じく市中心部に立地するミラー美術館は20世紀初頭のウィスコンシン州出身芸術家による作品を収集し常設展示している。市の東端に立地するヒストリカルビレッジアットザ・クロスローズは 1880年頃から1910年頃にかけてのドア軍の農村を再現した野外博物館である。盛り付けられたフィッシュボイルドア軍の食文化を代表する名物料理としてはフィッシュボイルが挙げられる。これは塩水を満たした蓋のない大鍋を焚き火にかけ、大量のジャガイモと玉ねぎを丸ごと大鍋に入れた後、ミシガン湖で採れたホワイトフィッシュの切り身を大鍋に入れ、 最後は火に灯油を注いで火力を一気に強くし、大鍋ごと火に包んで吹きこぼれさせるという豪快な方法で調理されるものである。調理後、ホワイトフィッシュは野菜と一緒に盛り付けられ、バターを添えられて提供される。そして、食後にはデザートとしてドア軍伝統のチェリーパイが出てくる。以下にドア軍における1860年から2010年までの 人口水位をグラフ及び表で示す。以下は、ドア群内に位置する市町村及び非法人集落の一覧である。ありがとうございます。